名古屋市天白区の八戸霊園内の加藤の富之助の墓、加藤の富之助加藤の富之助から1928年5月26日は、日本の教育者、新聞記者、実業家。では国横手の秋田藩士、加藤の軍我の次男として生まれる。小学校の校長を経て、秋田改新党機関士秋田日報の記者となった。東京専門学校改革を知り、 同校政治学科に学ぶ。その間、法治新聞の記事執筆、東京府会の書記なども務める。東京専門学校は1886年に卒業。名古屋財界の重鎮である奥田雅香かに認められ、名古屋商業会議所書記長に迎えられる。1909年には副会頭、1921年には会頭となる。その他、名古屋株式取引所理事。 国際労働総会使用者代表も務めた。1928年、遺願で死去。死後、遺言に従って、中区南久谷町の指定が、死に、蔵書が、名古屋商業会議所に寄付された。初代、神野金之助が経営する、明治銀行や名古屋電気鉄道の役員を務め、南久谷町の指定は、初代、神野金之助の指定は、隣同士で二人は、 孔子共ともに親密な関係であった。初代、神の金之助は既得に再始特使を持て、十五位に少女せられたが、これは、大正十一年二月十九日に、明治銀行の頭取であった、大宮奈良太郎と連名で特使を願い出て認められた、ためである。なお通説では、初代、神の金之助は生涯、人のせいであると言われているが、特使を願い出した伝報には、 神の聖となっている。側近中の側近の二人が聖を間違えるわけもなく、初代、神の金之助が亡くなる前に、神の聖に解消していたことになる。明治29年8月に、初代神の金之助、奥田正香など名古屋の新興財閥が中心となって、設立され、明治31年1月に、初代、神の金之助が峠となった。明治41年に、 経済悪化の影響を受け、加藤の富之助を常務取締役に取り立てられ経営の改善を図った。大正3年5月に北浜銀行の破綻により取付騒ぎが発生し、対応策として加藤の富之助が常務取締役退任、大宮奈良太郎が公認となった。その後初代金之助は大正4年に大宮奈良太郎を副頭取りにし、 翌大正5年末に頭取りを辞任した。名古屋電気鉄道は名古屋鉄道の前身であり、初代神野金之助は明治27年の設立から関わり、初代取締役社長は老いの富田茂助が就任する。神野金之助も明治43年6月に取締役社長に就任する。大正3年9月の電車焼き討ち事件の責任を取り、 神野金之助は相談役に退き、加藤野富之助が常務取締役に老いの富田茂助が社長に再任された。加藤野富之助大正14年10月に社長に就任する。大正13年に2代、神野金之助を発起人として NHK 名古屋放送局の前身である名古屋無伝放送の設立に尽力した。翌大正14年に認可。 設立となり、加藤の富之助は理事を務めに来、神の金之助は理事長となった。同年7月の本放送開始は、ジョック、名古屋放送局でありますという第一声とともに、始まり、神の理事長の祝辞や君が世の総額、加藤の富之助回答のノリトなどが、ラジオを通じて伝えられた。ありがとうございます。